はい、豊原教整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は眼精疲労についてお話をいただけますか。はい、眼精疲労ですね、まあ、眼精疲労だけで、まあ、治療院に来られる方っていうのは少ないんですけど、まあ、あの症状、この症状、この症状があって眼精疲労ということなんですね。で、まあ、眼精疲労の、まあね、治療をしようとすると、まあ、毎度のことなんですけど、東洋医学ではですね、まあ、西洋医学だと、まあ、気を見て森を見ない西洋医学、森を見て気を治す東洋医学なんで、眼精疲労、じゃあ病院ではどこ行くかっていうと、まあ、眼科に行きますよね。東洋医学だと、まあ、眼精疲労だけ持ってる人っていうのはいないわけなんですね。まあ、例えば女の人だと生理不順、生理痛もありますよ、冷え症もありますよ、ね、寝つきも悪いですよ、鼻炎もありますよ、蓄膿もありますよ、花粉症もありますよ、あれもありますよ、これもありますよ、肩こり、腰痛もありますよ、眼精疲労なんですよ、うん、だから本当に治そうと思ったら、まあ、全体的にこう整えていろんなところを治療して攻めながら眼精疲労をやらないと、眼精疲労だけ治るっていうのはありえないですね、うん、だからもし本当に眼精疲労が辛かったら、まあ、他のところで説明しましたけど、まあ、東洋医学専門の鍼灸院なりに行ってもらえるとものすごく改善すると思いますね。それで、まあ、眼精疲労の、まあ、まあ、自宅でっていうかですね、まあ、オフィスなんかで、まあ、ちょっと、まあ、対処療法ですけどやり方として、まあ、本当はいっぱいいつもがあるのでそういうのをご紹介したいんですけど、ちょっとまあ難しいんで、よくですね、目の疲れなんかでここのこめかみのとこをこうやってグーッと押したりしてする人、まあ、いたりするんですよね。こういうとこ押して、まあ、実はここだとですね、東洋医学だと目に行く経絡ではないんですね。東洋医学で眼精疲労をもしするんだったら、このここのこめかみっていうのは髪の毛より、まあ、前にありますよね。髪の毛、こめかみをちょっと後ろのこの髪の毛のこの、まあ、僕ちょっと刈り上げてますけど、刈り上げてるこの側頭筋ですよね。ここの側頭筋全体をですね、ぐーっと揉んでもらうんですね。で目が疲れてる人とか、本当の眼精疲労とか、あとは目が悪い人っていうのは、ここを結構点でこうやって押す、あ、痛いですよ、そこ。あれ、って言われるんですよ。うん、で実はここの経絡っていう、ここの経絡はこのままパンって目に入っていく経絡なんで、まあ、ものすごく対処療法ですけど、ここの側頭部をですね、こうやって、まあ、そんなグリグリしなくてもいいけど、まあ、ちょっと緩めるつもりで、まあ、こうやって揉んでもらったりしてね、こうやってやってもらうと、こめかみなんかではもう全然効きますよ。うん、まあ、実際にこういうとこやると、あれ、目が明るくなったってよく言われたりね。まあ、あとはこの、まあ、盆の雲とね、天中風地ってツボもあるんですけど、ちょっとまあ難しいんで、まあ、一番対象、まあ、ここのこめかみに比べれば、ここをこうやって、まあ、こうやって揉んでもらったり、まあ、ほぐしてもらうとですね、目の前がパッと明るくなりやすいですね。でも、まあ、根本治療の方を、まあ、やることが、ものすごくこういうところにも効果があるんで、まあ、対処療法的なね、まあ、マッサージっていうか、まあ、対処療法ですよ。うん、ちょっとご活用いただけたらと思います。はい、以上です。